ですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。今日ですね、今朝1月18日の朝7時からですね、全世界同時発表でですね、任天堂の新しい遊び、スイッチを使ったね、新しい遊びを提案するみたいな発表がありまして、見ましたか皆さん。あの任天堂ラボっていうやつ、去年ぐらいから君島社長が来年にはね、スイッチを使ったね、全く新しい遊びを追加しますんでみたいなことを匂わせてて、結構自信満々にね、経営説明発表会かなんかで匂わせてたから、なんだろうなんだろうなと思いながらも、まあなんとなくだけど、ジョイコンのね、振動と、あとモーション IR カメラっていうさ、こっち側の下についてるあのカメラって、今のところワンツースイッチのさ、ワンワンワン、これしか使ってないから、絶対これがなんかあんだろうなっていうのはなんとなくは分かってましたけど、でも今回出た発表、その任天堂ラボっていうのがどんなものかっつったらさ、まあここら辺にね画像を出しますけど、この段ボール工作なんですよ。いやー、これはね、誰も予想してなかったんじゃないの。相当僕たちの予想の斜め上をいくですね、段ボールでそのコントローラーを自分でさ組み立てて、それでこうピアノだったら音鳴らしてとか、まあ確かにあれもこうカメラを、その赤外線カメラで横から刺すことで、この段ボールを押してね、そのなんか裏に反射材みたいなの入れておいて、それのこのなんか動きで、だから別にボタンとかは何にもないんだよね、段ボールの動きだけをカメラで見とって、そこで音を鳴らすっていう。あとなんか背中にランドセルみたいに背負ってこうパンチすることで、画面上の昔のなんか Wii U の時にちょっと発表したジャイアントロボット的なさ、この Wii U ゲームパッドを使ったジャイアントロボットみたいなのの、その発展場面でこうパンチ、背中にでっかいランドセルを背負って、一回すぐに見て思ったな、これうちがさ段ボールのゴミだらけになっちゃうじゃねえかよって。ただでさえさ、今までも散々任天堂のゴミを僕は捕まされてきたわけじゃん。僕たちはなんかマリオカートのさ、ここに Wii リモコンをパカッてはめるハンドルだとか、あとなんか 3DS のパルテナをやるために置くさプラスチックの台だとかさ、もうあとこうスーパーファミコンのスペースバズーカの、なんかバズーカスーパースコープみたいなバズーカ もあるし、全部押し入れの肥やしになってるね。うちには産業廃棄物、まあ言ってみればバーチャルボーイなんてそのまままあゴミだし、もうつい最近で言えば Wii U なんてもうゴミじゃん、何も使えないんだから。 Wii U もう終わっちゃったし、接触も悪くなってるし、そう考えるとまた任天堂はね、ゴミを増やすのかっていうのチラッとね頭をよぎったはよぎったけど、でもよくよく考えたらさ、そのまあ今まで持ってるプラスチックのそういうゴミたちは環境に良くないよね。今回のゴミは全部段ボールじゃん、簡単に捨てられるし、そう考えるとまあどうせ今までだってゴミはねたくさんつかまされてね、押し入れの肥やしになってるぐらいだったら、今回のあの段ボールコントローラーなんかいいんじゃねえかなと思ってきちゃって、しかもあれ6980円と7980円、まあ8000円と7000円ぐらいじゃん。この絶妙な価格設定もありだなって、なんかね、しかも自分で作る、組み立てるってことは何でも汎用性がいっぱいあるじゃん。すぐに思いついたのがさ、コロコロの付録とかでも段ボールなわけだから、ソフト内に付録のね追加要素だけ組み込んでおけば、オフィシャルでコロコロの付録とかでもさ追加の遊びを加えることが簡単にできるわけじゃん、ただの段ボールなんだから。うん、そう考えるとね、いやーワクワクしたね。正直言ってここ最近の任天堂の発表の中でワクワク度は一番高い。まあこれが売れるか売れないか分からんよ、売れるか売れないか分からんとしても、ワクワク度的には今までで一番高いよ。だってスイッチの発表とかってそこまでワクワクしなかったし、ある程度まあ想定したものの中から全然息を出てないじゃん。今回なんてもうオープニングからぶっ飛んでたから、いきなり段ボールが出てきてさ、こう組み立てるところから始まってさ、でピアノ押したらピアノ、段ボール組み立ててピアノでって言われてもさ、でいきなりランドセルですよって、こんなことやられたって誰が予想したんだよこんなのって。まあしかも4月20日でしょ。でなんとなく僕は思ったのは、やっぱり今さ、その結局スマホとさ、こう VR のにしたって段ボールで簡易的にやったスマホと段ボールのカメラでもまともな VR が見れるわけだし、結局周辺機器なんてさ段ボールでいいんだよな、よくよく考えると。あとそのやっぱり親が子供に買い与えるとして、まあソフト1本分のプラスアルファが段ボールだから、大してコストもかけずに絶対買い与えたくなるよね、あれってね。親と子供で一緒にプラモデルを作るみたいなね、それに近い楽しみがあるじゃん。工作でちょっと頭も良くなりそうだしみたいな、これはねいいところついたよ。片や一方のソニーなんかは知ってるトイオってやつ、今まあ多分もうすぐ発売のはずなんだけど、この
ソニーがね、新しくおもちゃを開発するって言ってね、なんだろうね、まあコンセプトは近いと思うんだよ。狙ってるターゲット層も近いと思う。ただソニーの方はやっぱり家電メーカーのその頭の固さを脱してないなっていう。だって3万円のおもちゃって子供に与える、なんだか得体の知れない、こういう丸い Wii のリモコンのハンドルみたいなやつを持ってさ、こう操作したりとかで、プログラムを組んで、なんかこういう四角い、まあ、おしゃれ、キュートでおしゃれみたいなのはわかりますよ。だけど、こんなの買うの金持ちの子供だけじゃねえかよっていう。3万はさすがに出せねえような得体の知れないもんに。だけど、スイッチが今世の中にこう、全部に普及した状態で、追加でさ、まあ、ソフト付きで7000円だったら普通のソフトとほぼ変わんないんだから、これは絶対いけるでしょ。利益になるかどうかはさておき、うん、だからその外付けコントローラーを段ボールで作らせちゃおうっていうそのアイデアは、まあ、今の時流にめちゃくちゃ合ってんだよな。そういう VR のあの箱とかも全部そういうのを考えるとさ、でピアノだったりあの釣りのやつとかも面白そうじゃん。あとその振動を使ったさ、その振動のコントローラーを段ボールにこう乗せることでそれをこっちから操作できるみたいな。あのラジコンもさ、どういう仕組みかよくわからんけど、振動だけでさ、好きな方向に動かせることができるわけでしょ。あれも面白そうだったし、あとこのなんか紐を引っ張ることでいろんなところの動きが連動する仕組みのつながりとかも作れるし、いやーこれはね、やっぱり任天堂らしい感じがしたんですよ。最初見た時のインパクトが、ワクワク度が高い。そして株価もですね、僕これ株価これめちゃくちゃ落ちるんじゃねえかなってちらっとね懸念したわけよ。こんな発表しちゃって、あんだけね発表しますってもったいぶって、ダンボール工作が出てきた時には失望売りみたいのにね巻き込まれんじゃねえかなと思ったんだけど、普通に上がっとんだよね、わーって。やっぱこれ海外とかも同じ気持ちでさ、親が子供に与えたいっていうかさ、プラスの材料として判断したんだよな。だそれもまた良かったし、株主としてもね、いやーやっぱあの去年のね君島社長のね得体の知れない自信はこれだったのかっていう、うん、まあもちろん絶対買えますよね、こんなもんは。任天堂ラボね。でこれ今1と2が出てるけど、これから続々いろいろ出てくるわけじゃん。いやこれはねちょっとね個人的にですね期待していきたいと思ってます。